おはようございます、たかしです。本日は7月7日金�曜日、ただいま9時22分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。またツイッターでの先出し配信もしています。条件が揃えば勝率が高くなる根拠のある配信をしていますので、ツイッターのチェックもお忘れなくお願いします。それでは日足から見ていきましょう。昨日の日足は長い下髭の陰線となってきております。ただちょっと分かりにくいですよね。今のところずっと高値圏での揉み合いというところで、一旦昨日は下を攻めてきたんですけれども、それでも下げきれずにというところ、底堅い印象は受けます。現在は過去の強い上昇からほぼほぼ横ばいの動きになってますので、このままダラダラと垂れていくのかなという感じもします。その場合日足の GMMA 付近までの下落になりますので、現在地ですと180円を少し割るぐらいのところ、そのあたりまでは最低限下落するのかもしれませんし、ただ底堅い動きもしてますので、結果的には現在地付近でレンジを作って、そこからのもう一段上昇というところも考えられます。今はこの月足のフィボナッチライン184円というところが上値になっていますので、そこが重しになっているんですが、そこを上抜けてくるともう一段高、185円186円というところを目指していきますので、その辺に注目ですね。今ストキャスティクスは高値圏からデッドクロス、ただ過去にも何度もデッドクロスしていますが、結局下げきれていないんですよね。で、高値圏でずっと張り付いてますので、今は基本的には押し目買いなんですが、大きく調整の下落をするかもしれないという難しい相場にあるというところは念頭に置いておく必要があります。そしてマックディですね、今まではずっと上昇モメンタムを維持してきてたんですが、ここに来てだいぶ下落モメンタムが強くなってきておりますので、そうなるとここから上値重くだんだんと下落していく可能性が考えられます。とは言いましても、昨日の動きを見ていても底堅い動きをしているので、やはり下がったところは買われやすい、でも上がったところは売られやすくなってきてますので、下がってくるのを待ってロングエントリー、もしくは上がってくるのを待ってショートエントリーっていうやり方が今良さそうですね。では4時間足です。4時間足にはオレンジのトレンドラインを引いております。で、そのラインで昨日はぶつかって上昇してきているんですね。ですので一旦このトレンドラインが意識されたのがわかります。ちょうどここっていうのは GMMA の青帯とも接触するところでしたので、昨日はそこでの反発、ただし反発しても結局高値更新をできなかったというところで、今はこの辺付近でどうなるかですね。で、本日強く下落してくればこのトレンドラインを割ってきますので、そうなると大きめの下落を起こす可能性がありますが、現在は1時間足の目線切り替えポイントがここの182円ぐらいと考えてますので、その付近では反発しやすくなってくると思いますので、そのあたりまで下落してくれば、そこでの下げ止まりを待って次の上昇を見ておくのがいいかもしれません。ただこのトレンドラインの抜け方にもよりますので、その辺注目ですね。トレンドラインをどのように抜けるかによって今後の展開が変わってきます。では1時間足です。1時間足だ黄色のボックスを描いてます。高値圏でずっと揉み合ってましたが、昨日一度それを崩しにかかりましたね。ですので現在は高値更新もできず、ただ昨日下落していったんですが、結果的にはボックス下限に届かずに強く上昇してきております。本日は下げ基調ではありますので、もしかするとこのままボックス下限を目指す可能性もありますが、ボックス下限っていうのは先ほど言ってました1時間足の目線切り替えポイントの 182.2 ぐらいがありますので、この辺ぐらいではまた反発が入ってきそうというところ、そして今はトレンドライン付近ですので、ここから上昇していく可能性も考えておきたいですね。昨日もトレンドライン下抜けしたんですが、結果的にこれ抜けきれずに上昇してます。またその後も下攻めしたんですけれども、また上昇反発をしてきております。ただし上値も切り下げてきてますので、現在はここでの三角持ち合いみたいな形にも見えてきますね。こんな感じですね。今この三角持ち合いの先端付近に来ておりますので、これ15分足で見るともうちょっと見やすいんですが、今は1時間足で表示させているのでちょっと分かりにくいんですが、この三角持ち合い今先端付近に来てますので、これをどちらに抜けるのかっていうところを見ておくといいと思います。15分足単位ぐらいでこのラインを抜けた方へついていく。ただし騙しには注意です。抜けたと思っても次また逆向きに抜けるっていうこともありますので、騙しでないことを確認した上でその流れについていくのがいいと思います。上抜けすれば黄色ボックス上限、ただしこのボックス上限は再び売り圧力がかかりやすいと思いますので、このあたりではまた戻り売りを仕掛けることも可能です。
ですし、下抜けた場合は昨日の安値ぐらいでのダブルボトムっていうのもイメージできます。それを下抜けてもすぐにボックス加減がありますので、この辺は注意ですね。ここまで下がってきたからどんどん売っていくっていう風にやってしまうと、ここでは強めの反発に入る可能性があります。下落してきた場合は次の押し目買いポイントを探しておく。もし下落の初動に乗れるのであれば、その下落を狙ってもいいと思いますが、基本的には上昇トレンド中ですので、その辺考えてトレードしていけるといいですね。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップでは、初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。 FX の基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方は、ポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。プライム会員になれば、日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧で分かりやすい解説には定評をいただいております。少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。迷うなら無料期間だけでもお試しください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。 GMMA、Stochastics、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。またインジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。